はい、それでは本日はルノールーティシアの内装の紹介をしていきたいと思います。特にですね、こちらステアリング周りのスイッチ関係ですね、こちらのご紹介ができたらなと思っております。はい、まずハンドル左側、こちらにスイッチがたくさんついております。お車も昔はハンドルにはこんなにボタンついてなかったんですけれども、いつの間にかたくさんボタンがつくのが当たり前のような感じになってますね。で、こちらのスイッチ類見ていきますと、基本的にはアダプティブコントロールですね、とスピードリミッターのスイッチとなっております。こちらですね。特にこちらスピードリミッターまずご紹介していきます。こちらのボタンを押しますと、こういうふうにスピードリミッターオンとなります。で、こちらのプラスとマイナスのスイッチございます。こちらをプラスで押していきますと、このようにスピードの上限設定することが可能となっております。逆にマイナスでこのように下げることができます。今一度こちらとこちらですね。で、こちら0というボタン、こちらを押しますと、一時解除となります。一時解除となります。で、一時解除の状態からもう一度こちらのセットボタンを押してみます。そうするとまた30に戻りましたね。で、逆にですね、このように上げていただいた状態でまた一時解除をしまして、先ほどはこちらのボタンを押すとまた30に戻ったんですが、今度は逆にこちらのプラスのボタン、こちらを押すと、このままの速度でまた一時解除が復帰となります。で、今は手動でこのようにプラスマイナスボタンでスピードを設定していただいてたんですけれども、これ走行中に、あ、このくらいの速度を保ちたいなという場合は、走行中にですね、このようにスピードリミッターオンにしていただいて、プラスにしますと、その速度で上限が設定されます。はい、次にクルーズコントロールですね。クルーズコントロール何ですかっていう方結構いらっしゃいますのでご説明します。クルーズコントロール、30キロ以上の時に希望の速度を設定すると、アクセルペダルを踏まなくても道路の勾配に関わらず設定した速度で維持してくれる機能となっております。それでは操作をしていきます。こちらを押してみます。こちらを押しますと、もう一度押してみますね。クルーズコントロールオンとなりました。で、逆にもう一度押しますと切れますので。はい。で、こちらでですね、30キロ以上の走行中に、こちらのスイッチ、どちらかを押していただきますと、その速度を巡航速度として設定することが可能となります。また今は走行中ではないですので、ちょっとまだ設定はできないんですけれども、今一度言いますと、こちらのスイッチですね、こちらのスイッチを押していただくと、クルーズコントロールがオンとなります。で、こちらのプラスとマイナス、どちらかを押していただくと、走行中の速度を、その時点での速度を巡航速度として設定することができます。はい、次にこちらのスイッチのご紹介していきたいと思うんですが、こちらのスイッチは、じゃん、こちらのスマホをつないだときに使うスイッチがほとんどですので、まずつないでいきたいと思います。Android Auto のアプリをまず初めにスマートフォンにダウンロードした状態でこちらを挿していきます。そうしますと、こちらに Android Auto と出ます。押してみます。押すとこちらにこのように地図が、 Google マップがここに出てきちゃうんですね。例えば
これでですね、こちらにこう人が喋ってるようなマークついてます。ここを押すと皆さん今トゥルンって音聞こえましたでしょうか。今私の携帯電話に電話をかけてみます。はい、電話が来てますね。でこちらのスイッチで電話に出てみます。はい、こちらで電話に今出ている状態になります。でこちらのスイッチでもう一度消します。ちょっとパネル見てください。通話中のマーク青になってます。で押します。そうすると切れました。なのできちんとつないでいただいた状態でドライブされている時なんかでも携帯電話耳に当てることがなくこちら一つで通話ができるということですね。はい、あとですねご質問として多いのが Bluetooth つないでるんですがなかなか Bluetooth つながってないのかなっていうご質問いただくんですけれども、よくあるのがこちら見ていただいて、Bluetooth はですね、まずこのように設定からデバイスマネージャー、はい、で Bluetooth の画面になりますので、こちらに新しいデバイスをご自分のデバイス追加していただきます。でそれをやったのにもかかわらず聞こえないですよって方いらっしゃるんですけれども、大体がですねこちらのソースの部分が Bluetooth になってないんですね。でこれを Bluetooth にしていただくと Bluetooth のオーディオになりますので、携帯から音楽かけていただいてこちらで聞こえるようになると思います。はい、いかがだったでしょうか。本日は内装こちらのスイッチと、あとスマートフォンのミラーリングの方法やとこちらのスイッチに関してご説明をさせていただきました。もっとあの詳しいご説明はですね、店頭に来ていただいた際にご質問いただければぜひお答えいたしますので、皆様ご来場をお待ちしております。